はい、皆さんこんにちは、チェでございます。大航海時代2ですね、やっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。さあ、リスボン行ってちょっとふるさと帰りましょう。アムステルダムにね、3万超えましたけど、キャラックはしんどいのかな。あ、岩塩だけ持っていこうか。ちょっとリスボンは取引多すぎてねちょっと取引多すぎだね。こういうとこはよくできてんな。ここまでよくできてなくていいのにね。もうとにかく憎まれ口立てちゃうね。もうこれはほんと仕方ないですね。こっちには用事はないんだ。これ朝方かな、銀行閉まってんね。じゃあね、いや、やってんのか。やってる可能性あるね。朝早いね、銀行さん。じゃあ預けましょう。35683、35、あ、またた、36とったっちゃ。打ったっちゃって言ってるしね。もう、ラムちゃんかっちゅうねんね。35680だね。今のネタ、10代には通用しないんでしょうね。ダッチャとかね。あ、でもなんかうるせえやつら、アニメ化またするんですか？なんかそんなこと聞いたような気がします。はい、寄付ね。1。はい、寄付ね。はい、1。はい、寄付ね。はい、1。はい、寄付ね。1。あ、0。0は何も言わないか。さあ、占いバババーのとこ行けたらいいですが、ここにはないんですよね。あったのかな。まあちょっとやめときましょう。じゃあ早速、あ、そうかそうかそうか、あれだけだ。購入ね、岩塩ね。おお、そうだそうだ、そこついてます、忘れてた。はい、出金ね。35000、全額出しますよ。で、ここで岩塩を買って、で、あ、岩塩も、まあ岩塩は落ち着いてますね。まずまずの値段と言ったと思うんですけど、43ね。はい、で、いかほどお求めですか。64。はい。はい、で、港ね。キャラ食ってる？ああ、これキャラ食じゃないわ。あ、まあでもいいでしょ。補給受けましょう。8日でアムステルダムできるかな。はい、出港しましょう。はい、いいですよ。一回メルカトールさんとこ寄ってみましょうか。なんか言ってくるかな。はい、アムステルダムね。アムステルダムっていうとオランダの首都ですよね。でも下の方にあったね。リスボン、セビリア、イスタンブールは上の3つなんですけどね。まあその次がバルセロナだからちょっと順番ね、関係ないのかもしれないですけどね。まあリスボン、セビリア、イスタンブールは1からあったね、勢力ですからね。ポルトガル、スペイン、あとイスラムでしたっけ、この3つでしたもんね。あと海賊か。はい、アムステルダム寄りましょう。アムステルだったら岩塩売れるでしょう。さあ、もう本拠地なんですけど全然覚えてないんでね。交易所ギルド、酒場、港、造船所がありますね。はい、売却ね。44で買ったものが64で売れました。はい、で購入すると、あ、135、落ち着いたね。その前に造船所行っときましょう。キャラくないかい。ハンザ国、カラベル、ラティーナ、ラティーナ、
ベネジアンガリアス、なんだそれ。おこれは完全に戦艦だな。最大積載重量950、でも積み荷は580しか積めないんだね。いや買いません買いません。キャラクないのかね。鉄鉱石は多分ねリスボンで売れるかな。あ売れるか、リスボン最近物こ、あでも物売ってないもんねリスボンでは。はい、はい、133枚でね。はい、いかほど積みますか。64にしときましょう。はい、で港で行きましょう。はい、補給ね、11だから5だね。5入れて、なんか減り方が中途半端だねこれね。細かい設定があるのかな、実は。8とか言いながらね、8.000 とか、そんなことはしないと思うけどね。小数点にするとコンピューターややこしくなっちゃうんでね。本当コンピューター小数の苦手がね、小数の苦手じゃないか、小数の計算が苦手なのでね。本当な、驚くぐらい苦手ですよ。だから私もあれですもん、多少の小数の計算があっても消費税ね、消費税があったらもう何、小数点型にしないせずに、初めにもうね100倍にして、パーセントを100倍にして、お互い全部100倍にしてね、でそれで割ってまた100倍で割って戻しますもんね。小数同士でかける、小数でかけちゃったりするとね、どうも信用できないんでね。あと結構ね、その通貨型っていう、まあどうでもいい話ですけど、通貨型っていう変数はあるんですけど、通貨型の変数使っちゃうとメモリをね、まあまあ今時もメモリなんて言わなくてもいいんですけど、メモリを消費するはずです。Java が分かりやすかったですね。Java は通貨型っていう型はないんですけど、通貨を計算することができたはずなんです。で、その時に読んだのがね、マイクロス、ドットネットで言ったらデシマル型かな。で、もう一個別の呼び方があったと思うんですよね。Java は何て呼んでたかな。で、Java は文字列にして計算するんで、一度文字列にしてから計算するっていうやり方らしいので、あ、なるほど、よくできてねと当時思ってました。ね、ただやっぱり文字列にするとね、メモリちょっとね、やっぱ余分に食っちゃうので、まあ今更メモリなんて気にしなくてもなんですけど、あれ？ここリスボンだよね。占いババアいなかった？もうババアって乱暴に言ってますけど、あ、占いババアいないのか。あ、まあ占いババアいつでもいいか。まあ、占いばあさんね、見てもらうだけだから、実際はもうね、ちゃんとやっての、実際の数値をもうちゃんと上げる行動をね、知ってる方が、あー、やっぱ塞がれちゃった。腹立つわ。もう後ろの流れ腹立ちますよ。うわ、160、安っ。安いけど、いっか。いや、でもここで買って持っていくもんないからやめとこう。セビリアで売っていこう。となると、銀行で。ここにキャラクが売ってた話は別ですけどね。283338ね。330ね。これで。はい。で、8のお金を持って、書き込みましょう。はい、ようこそ、寄付1。これ、カーソルがまた戻るのがね、あれしてくれてたらいいんだけどね。ほら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 。これね、ウィザードリーほど楽しくないからね、指が覚えてくんないんですよ。ウィザードリーぐらい楽しかったら指を覚えてくるんですけどね。もう多分拒否反応出してるんでしょうね、この港システムに対して。はい、ゼロになったかな。はい、で、じゃあ、まあ、ほんと財布の中の割合によるっていうのが、まあ、救いだね。
ていうか運要素をそんなもので儲けてほしくなかったんだけどね。ほんとね。よし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 。さあ一度キャラックあるかどうか。白の女がキャラックあるかな。確か3万いくらまでいかないといけませんよね。ジーベックバルシャ、いやダメだね。ジーベックってなんか電気で習った気がするな。 あ違うか、どっかのメーカーだっけ。ジーベックってなんかのメーカーだったっけ。発電機のメーカー違うか。なんかね、そういえば日本ではなんで 50Hz と 60Hz があるのかっていう話でね、あの学校の先生に教えてもらった時に、また中途半端だね。こっちは6かな、でこっちは5かな。どっちかがフランスかイギリスで、どっちかがドイツの発電機だったっていうのは聞いた記憶ありますね。いや違う、アメリカか。アメリカとドイツでヘルツが違ったんでしたっけ。なんかね、そんなこと聞いたような気がしたんでね、その時になんかジーベックっていう名前が出たような気がせんでもないこともないこともない。あー覚えてないね。はい、じゃあセビリアも買いましょう。よいしょ、あそこの港なんだっけ、セタとか、そんな港でしたっけ。瀬田というと名神高速でね、滋賀県の瀬田西でしたっけ、瀬田町、瀬田市、わかんないですけど、そこら辺なのかなと。10時20分、占いババアさんはいないんですね、ここね。占いババアさんはいるかもしれないですけど、わかりにくいんで非常に。もうとりあえず寝ろということだね。はい、宿泊無料っていいよね、本当にね。宿泊無料なんだよね。飽きないしたいんですけど、あ、右か、右に行けだね。私は思うんですよ、この港ごとに建物がいろいろバラバラバラなってるのね。これ作らされた人もね、おそらくそんなとこ分けなくていいんじゃないのと思ったんじゃないのかなって勝手な妄想してみたりね。いいからやるんだよって言われてね、半ばもう怒られながらやったのかなと勝手に妄想してみたら、ちょっと楽しいかなって思っちゃってね。何今私売ったね。あ、よかった、今買ったのかなと思っちゃった。でいくらで売ったか覚えてないしね今ね。あちゃーと、あ、占いばあさん、あ、閉まってるね。ちょっと占いばあばのとこも後で寄りましょう。キャラックないかい。ピンネース、あ、あるわ、キャラック。これいいんだよね、買いたい。3万8800買える。いくらなら買うんだねと。28000、そいつはできない相談か。もうちょっと行きましょうか。33000。 No、 33000。あーやー、まあまあ3万2000円ぐらいまでいけると思うんだけどね。よし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 。あ、やっぱ我慢できねえな。あ、でも団地妻ってしちゃうと Google 先生怒っちゃう。まあまあまあ、ああ時間かかりそうだねこれ。ダンだから一番ケツだね。ダン、あった、ダン、あ、もうダメだ、私団地妻って言っちゃう。団地ってそうだよね。ち
ょっと待ってね、ああちょっと実際打ってみる。段一妻、ああもうボロボロだ、相変わらずタイピングが。段一妻だね、段一妻はサイだね、音読みで入ってると思うんで。あったもう段一妻号で決定だはい決定、ああ団地妻号、はい、OK です。あの船どうしよっか。 あの船もう一艘ついちゃうんだよね。でここはちなみにセビリアなんだ。あ、預けれるわ。とりあえず預けときましょうか。うん、ドックにね入れてね。その前に30人、ああそうか、あ改造費残ってんね、なんとか大丈夫かよこれ。改造しないとダメだもんね。はい、改造、積載割合変更、団地妻号ね、4000、いやー、はい、水夫は何人、30人、武器は0、はいこれでいいです。これをしないと、でもしばらくお金稼ぎちょっと大変な時期になっちゃうなこれで、あら、スナック行かない、あ時間よくなっちゃったね。じゃあねこの辺で終わっておきましょう。それではこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。